読み大草原の小さな文庫。青い花の香り、小川未明。信子という可愛らしい乙女がありました。信子や、お前が5つ6つの頃可愛がってくださったお姉さんの顔を忘れてしまったの？とお母様が言われると、信子はなんとなく悲しくなりました。月日はちょうど薄青い水の音なく流れるように去るものです。信子は10歳になりました。そして頭を傾けて、過ぎ去ったその頃のことを思い出そうとしましたが、薄青い霧の中に世界が包まれているようで、そんなような姉さんがあったような、またなかったような、不確かで、なんとなく悲しみが胸の中にこみ上げてくるのでした。そのお姉さんは今どうしていなさるの？と信子はお母様に問いました。遠方へお嫁に行ってしまわれたのよ。とお母様もその娘さんのことを思い出されたように目を細くして言われました。遠方へってどこなのですか？と信子は黒い大きな目を見張ってお母様に聞きました。幾日も幾日も船に乗って行かなければならない外国なんだよ。こうお母様が言われた時に、信子は思わず目を上げて空の彼方を見るようにいたしました。本当に今そのお姉さんがおいでたなら、どんなに私は幸せであろう。と信子は儚い空想にふけったのであります。しかしその願いもかなわないばかりか、せめてそのお姉さんの顔を一目でもいいから見たいものだと思いました。お母様、そのお姉さんはどんなお方でしたの？と信子はどうかしてその可愛がってくださったお姉さんをできるだけよく知ろうとして聞きました。お母様はまた目を細くして過ぎ去った日を思い出すようにして、それは美しい娘さんだったよ。みんな通りすがる人が振り向いていったもんです。と言われました。どうかそのお姉さんの写真でも見たいものです。と信子は本当にそう思いました。今頃どうなされたか。本当に写真があったらいいのだけれど。とお母様はその後頼りのない娘さんのことを思い出して、やはり信子と同じような悲しみを感じられたのでありました。その年の秋のちょうど彼岸頃でありました。外国から小さな軽い紙の箱が届きました。誰から来たのでしょうね。とお母様は言って差出人の名前をご覧なさったが、急に晴れやかな大きな声で、信子や、お姉さんからなのだよ、と言われました。その時信子はお人形の着物を着替えさせて遊んでいましたが、それを手放してすぐにお母様のそばへやってきました。私を可愛がってくださったお姉さんから送ってきたのですか？と信子は言いました。ああそうだよ。お母様はその小さい軽い箱の紐を解きにかかりながら、何でしょうねと言われました。
秋の静かな午後でありました。弱い日の光が軽い大地の上にみなぎっていました。信子は熱心に母が箱を開けるのを眺めていました。やがて包みが解かれると中から数種の草花の種が出てきたのであります。その草花の種は南アメリカから送られてきたのでした。きっと美しい花が咲くに違いないとみんなは楽しみにして、それを黒い素焼きの鉢に別々にして植えて大事にしておきました。本当に久しぶりで、そのお姉さんからは便りがあったのです。そしてその手紙の中には、信子さんはどんなに大きく可愛らしくおなりでしょうねと書いてあったのです。この種を土に下ろした日から花の咲く日が待たれました。その年も暮れて、やがて翌年の春となったのであります。お母さん、南アメリカの暖かいところに育つ花ですから、こちらでは咲かないかもしれませんね、と信子はある日お母様に向かって言いました。この時もう黒い素焼きの鉢には薄赤い目やネズミ色に光った目が出ていました。よく日の当たるところに移して大事にしてごらんなさい、とお母様はそれに対して答えられました。春の彼岸が過ぎて桜の花が散った頃、一つの鉢から真っ赤な花が開きました。その花はあまりに美しくもろかったのであります。そしてその日の暮れ方、吹いてくる風に散ってしまいました。もう一つの鉢からは青い色の花が咲きました。しかしこの方は珍しく元気がよくて、いくつも同じような花を開きました。その上、本当に懐かしいいい香りがいたしました。信子は青い花に花をつけてその香気を嗅いでいましたが、不意に飛び上がりました。私、お姉さんは思い出してよ、こう叫んでお母様のそばへ駆けて行きました。私、あの青い花の香りを嗅いでお姉さんを思い出したの。背のすらりとした髪の少し縮れた方でなくって、と言いました。ああそうだったよ、とお母様はよくお姉さんを思い出したと言わぬばかりに、我が子の顔を見てにっこりと笑われました。